皆さん、おはようございます。1月24日、えー、日曜礼拝、始めていきたいと思います。少子、諸々の国よ、主を褒めたたえよ。諸々の民よ、主をたたえまつれ。我らに賜るその慈しみは大きいからである。主の誠は常しえに耐えることがない。主を褒めたたえよ。 117円一言お祈りします天の父なる神様あなたの皆を高く褒めてたえます今日という日を主を感謝します主はあなたが私たち一人一人を導きまたここに集めてくださっていること主を感謝しますどうか今主はあなたがあなたの御心を 行ってくださいどうか我らの中心にいてくださり我らを導いてくださいそしてこの礼拝を主はあなたが喜んでお受け取りくださいどうか今日ここにいる一人一人が改めて主はあなたの御前に出ることができますようにまたあなたの御言葉に聞くことができますように 今、本当に世の中は厳しい状況になってきています。その中で私たちがあなたに、あなたの御言葉に慰めと希望を見出すことができますように。どうかしらあなたがお語りください。今、 もしこの礼拝を邪魔しようとするものがあるならば、主はあなたがあなたの皆によってその一切を遠ざけてください。どうかあなたの御霊によって、この図といを満たし、このずといを祝福してください。主を感謝します。この礼拝のひととき、主はあなたが祝福してください。すべてをあなたにお捧げします。 感謝して、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。アメン。皆さん、おはようございます。それでは、共に賛美いたしましょう。今日、賛美する曲は、恵みアゲインです。神様の恵みにしたる、満たされる礼拝となれますように、心を合わせて賛美していきたいと思います。うん 備ししまょうつまずきつまずき倒れる弱い私あなたの店が支えあげますそれでも前に進めない時あなたにも もう一度歌います「つまず,つまずき倒れる弱い私」「あなたのみてが支え励ます」「それでも前に進めない時あなたに求めます」 注いで注いでください」「あなたの恵み」「もう一度立ち上がるた 最初から歌います「つまずきつまずき倒れる弱い私」「あなたのみ手が支えげます」「それでも前に進めないと」 に求めますさしましょう注いで注いでくださいあなたの恵みもう一度立ち上がるためにあなた の恵み注いで注いでください」「あなたの恵みもう一度立ち上がるために」 の恵み「もう一度立ち上がるためにあなた それでは皆さんご一緒に主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ。願わくば皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯すものを 我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく汝のものなればなり。アメン。おはようございます。皆さん、それでは、えー、聖歌571番。 ここに主はまして」をご一緒に賛美いたしましょう。<music> thoughts 本日のメッセージタイトル「ゆるがない望み」今、え、日、ー、説教者は、えー、イ・ホーソン兄弟にお願いしています。聖書箇所はヨハネの第一の手紙5章11節12節ヨハネの第一の手紙5章11節12節。応援します。その証しとは 神が永遠の命を私たちに賜りかつその命が御子のうちにあるということである御子を持つ者は命を持ち神の御子を持たない者は命を持っていない父なる神様今朝をも敬愛する兄弟姉妹方と共に見舞いに集い共なる礼拝を捧げることができます。 このあなたの備え、恵み、特権を含る皆我がめ感謝をいたします。どうぞあなたの御手を述べてください。様々な状況の中に、私たちは置かれておりますけれども、どうぞあなたが私たちをお守りくださいますように、力を与え、また支えてくださいますようにお願いをいたします。 また支え合っていくことができますように、どうぞこの群れに集われるお一人一人に、恵みと平安を増し加えて差し上げてくださいますように、お願いを申し上げます。また、今コロナの状況が全世界で死者が200万になっているということをお聞きします。またアメリカだけでも、 40万人の人がすでに召されなさいました。この LA カウンティだけでも1万5千人の方々がすでに亡くなっておられます。どうぞお愛する方々を見送られたお一人一人に、あなたのお慰めと平安を与えて差し上げてくださいますように。 お願いを申し上げます。また今、医療、従事者の方々、12時間、12時間シフトというような厳しい条件の中で働いておられます。疲れを覚え、本当に大変な中で働いていてくださっておられますが、どうぞ支えて差し上げてくださいますように力を与えて、 差し上げてくださいまた、神様、ワクチンが接種開始となり、また今、65歳以上の方々が受けることができるように、そのようになりました。 どうぞ神様、本当にこのワクチンがいよいよ接種されてゆかれ、また今年終わりには、落ち着いてくることができますように、どうに私たちはこのことにおいて、希望を持つことができますことをありがとうございます。もうすでに群れの中でも、受け始めておられる方々がおられます。感謝をいたします。 またお一人一人が主治医の方とお話しなさりまたワクチンの道が開かれて接種して行かれますように導いて差し上げてください神様はまたパサデナでもたれますローズパレード来年は開催予定となったということで計画が始まったということをお聞きしますが この朗報を鑑賞いたしますまた日本でも東京オリンピックを今年もしたいということで政治家の方々はそのことを持つべく前進しておられますがどうぞ守りに導いて差し上げてくださりあなたの見群れがなりますようにお願いをいたします。また今日は 日本へのビジョンが与えられておられるインフォ研修生が御言葉を取り継いでくださいます。どうぞ御言葉を祝福してくださいますように。今週一週間も見てねおいだねして、尊主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。 皆さんおはようございます。今日あのこうやってメッセージをさせていただける機会を与えてくださった教会の皆さん、そして神様に心から感謝申し上げます。今日のメッセージのタイトルは「揺るがない望み」です。で、この聖書箇所はヨハネの第一の手紙の5書、11節から12節なんですけど、 今、このメッセージを通して話す内容は、毎週木曜日にやっているバイブルスタディの内容ともちょっと関わりがあります。2020年、とても辛くて厳しいことがたくさんあった1年だったんですけど、だからこそ2021年はちょっと違うことを期待してたり、望んでたりしてました、僕も。でも相変わらず状況は厳しいまま変わってないです。だからちょっと、 落胆したり、がっかりしたりっていうことがあったのも事実です。でも僕はあの、2021年から毎週木曜日に聖書クラス、バイブルスターディを始めるようになってからなんかこう、自分の中で大きく変わったことがあります。それはなぜかっていうと、神様の御言葉に浸る、そして神様の御言葉を、見業を証しすること、それによってなんか、 2021年ずっと忘れていた自分の人生の本当の価値、本当の輝か方をまた取り戻したような気がします。だから本当に最近実感してるんですけど、神様によって作られた私たち人間は何よりも神様の御言葉につながっている時こそ本当の力を得るんだなということを実感してて、だからもし皆さんもできれば 木曜日の夜7時から8時までです。他の用事がない方々は、共に参加して、神様の御言葉を、僕が皆さんを教えるとかじゃないです。神様の御言葉によって、共に励まし合いませんか。そういう時間となるように、今日のメッセージも、毎週の木曜日も、神様に用いてもらいたいなと思っています。短い、 お祈りをしてからメッセージの方に参りたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を賛美します。今日も私たち、あなたの皆のために、あなたの御言葉のために、あなたの御業を明かしするために、喜ぶために、こうやって礼拝の場所に集まっています。厳しい状況の中、私たち、望みを失い、 すぐがっかりしたり、苛立ってしまったりすることも多いんですけど、あなたを証しすることによって、そしてあなたが我々に与えてくださる永遠のものにつながることによって、まことの望みを取り戻したいなと思ってます。イエス・キリストのうちにあるあなたの身胸によって、私たち、満たされたいと思ってます。 このメッセージを、この礼拝を、ズームを通して集まっているあなたの子供をあなたが満たして用いてください。すべてを主イエス・キリストを皆を通してお祈りいたします。アメン。望みっていうタイトルで今月メッセージがなされてます。で、僕もメッセージを をのぞみっていうタイトルにちなんで、決めましたで、揺るがない望みとタイトルでメッセージをしたいと思うんですけどさっきもちょっと話したように2020年も2021年も我々と期待そして望みとは裏腹に厳しい状況は辛い状況は続いてます悲しいお知らせとか 切ない話とかよく聞きます。そして、このような辛い状況が一体いつ終わるのか、それもまだ定かではないです。こういう状況の中、我々クリスチャンにとって本当に揺るがない望みってどこにあるんでしょうか。そして、こういう状況の中でもきっと私たちの一緒にいておられる神様、私たちに どういう望みを与えようとしてくださるんでしょうか今日の聖書箇所を通して、どのような状況の中でも、私たちが本当に頼れる誠の望みに関して考えてみようと思います。ヨハネの第一の手紙5章、11節から12節です。その証とは、神が永遠の命を私たちに賜り、かつその命が 巫女のうちにあるということである。御子を持つ者は命を持ち。御子神の御子を持たない者は命を持っていない。この聖書箇所で注目するべきところはまず、神様が私たちに永遠の命を与えたということです。神様が我々に与えてくださる一番の贈り物は永遠の命です。 誰にも平等にこの永遠の命は与えられるんですけど、また大事な部分が次に出てきます。この永遠な永遠の命は御子の内にあるということです。イエス・キリストの内にあるということです。誰にもこの永遠の命は許されているんですけど、この永遠の命が見つかる場所は御子の内、イエス・キリストの内、神の御胸の御言葉の うにあるいうことといこですだから、今日の聖書箇所はこう言います。御子を持つ者には命があり。御子を持つ者は命を持ち。神の御子を持たない者は命を持っていないと思います。と言います。神様がイエス様を私たちの方に送ってくださって、十字架の犠牲にしてまで私たちに一番 望んでおられることそれは他の何よりも我々が永遠の時間の中神様が与えられる命の中にとどまって神様を喜び神様と深い関係の中神様の恵みにしたることそれが本質ですコロナ以降我々の人生はカラッと変わりました 社会の姿も、そして日常の生活の、毎日の人生も何もかもが変わってます。人生の姿だけが変わったんじゃなく、人によっては愛する人々大事な家族、友達を失ったりすることも結構あります。だから、我々、昨年も今もたくさんの不安、そして 恐れを持ちながら毎日の人生を生きています。コロナ、そしてコロナにちなんでく、起こってしまったいろんな出来事、それによって歪んでしまっている私たちの毎日の姿、変わってしまった人生のありさま、医療関連施設で働いている方々にしては、毎日がまるで戦場の ような毎日です自分のビジネスを持っているスモールビジネスを経営している方々にとっては経済の土台が完全になくなってしまう挫折に満ちた毎日ですそして大事な家族を失った人々にしては怒りや悔しさを隠しきれない毎日です そしてこれらのことは、目にも見えない、どう対処したらいいのかもわからないウイルスっていう存在で、だから今まで経験したこともないような、こんな新しい苦難試練の中、私たちは未だに混乱しています。彷徨ってます。人々はそれぞれ、自分が置かれている状況の中、違う尺度、違う基準を持って、何が正しいか、どうするべきか、 迷いながら、さまよいながら、いまだに、いまだに、本当の望みが何なのかわからないうちに、クリスチャンもノンクリスチャンも迷ってます。混乱してます。最近僕は、あの、すごく仲良くさせている友達に、とても切ない知らせを聞いたことがあります。僕あの、結構20年近く、えー、っと、 知り合いっていうかもう本当に実の弟みたいな友達が結構何人かいるんですけど僕と一番仲のいいその友達の両親がもう20年以上の付き合いなんでその両親は僕のことを結構かわいがってくださいまして僕が教会は行ってましたけど全くクリスチャンの信仰とか持ってない時期から その仲のいい友達とやんちゃしながら遊んでる時期も全部知っておられる。そして僕が、ま、神様の恵みを知るようになって、伝武士になる。そして、選挙士をしようとする。こういう、僕っていう人間の全てを知っておられる。そして、僕をすごく、いつも会うたんびに励ましてくださったその両親が、お母さんもお父さんも、先月、 コロナによって亡くなられたっていう知らせでした。まずお母さんの方が倒れて、何週間後にお父さんも病院の中で亡くなられたっていうことでした。僕もすごくびっくりして、ショックで、その友達から最初にその知らせを聞いたとき、 そのお母さんが亡くなられて、今お父さんは病院にいるんだよ。でもお父さんもいつ亡くなるかわからない。聞いた時僕、いろんな感情がもう一気に出てきてもなんて言えばいいんでしょうかでも頭が,頭が真っ白になって何を言ったらいいのかわからなかったです。もちろん。 自分の両親に起こったことじゃないんで、その友達よりはショックの方は少なかったと思うんですけど、その友達がその知らせを僕に教えてくれて、そしてこういうことを頼みました。私と私の家族、私のお父さんお母さんのためにお祈りしてくれと。 私の家族のために祈ってください。っていうのがその友達からの20年の付き合いのある本当の弟みたいな友達からの頼みでした。僕はあの10年以上進学勉強してて、教会でも結構伝道していろんな働き、いろんな祈りをしてきたつもりなんですけど、その友達の頼みごとに、なんか 正直、これちょっと情けないことなんですけど言葉が出なかったです。見つからなかったです。どうやって祈ったらいいのかどういう言葉が彼、そして彼の家族に慰めの言葉になるのか結構迷っても結構祈っても考えてみても情けないことにそれを頼まれた時や 何の言葉も見つからなかったです。何とかその電話を切って、1週間ぐらい、いろいろ悩みながら、いろんなこと考えながら、時には神様に怒りをぶつけたり、時には神様に不満とか、いろんな質問を投げかけたり、自分なりにいろいろ考えながら、祈りながら、神様に聞いたことをいまだに覚えています。 そして、一週間ぐらい時間が経って、自分の中では神様が僕に与えてくださった心だと、答えだと思うんですけど、それが今日の聖書箇所です。第一、ヨハネ、古書、十一節から十二節もう一度読みます。その証とは、神が永遠の命を私たちに賜り、かつ、その命が巫女のうちにあるということである。 御子を持つ者は命を持ち、神の御子を持たない者は命を持っていない。僕は、またその友達と会話することとなって、こう答えたことを覚えています。もちろんこの世で、お父さんお母さんと二度と会えないことは、すごく切ないことであって、 寂しい、厳しいことなんだけれども、僕は自分の親に起こったことじゃないから、あなたにこう言えるのかもしれない。でも、神様を信じる者として、僕はあなたのためにこう祈ります。あなたの家族のためにこう祈ります。神様は、神様が私たちに与える、与えてくださる。 一番の望みは永遠の命であって、今目に見えるものじゃない。今手に握れるものじゃない。でも、永遠の間、神様は必ず自分の子供、従順に神様の導きに従ってきた自分の子供を、神様が与えれる一番いい場所で永遠の時間、その愛、祝福だけに、 とどまるところで、あなたの家族、両親のことも見守ってくれますし、この地に残ったあなたの家族も祝福してくださるから、その神様があなたの家族のことを、神様からの一番の贈り物で守ってくださると僕は信じてます。って答えたことを覚えてます。そして、心から そう信じてます。この事情での生まれること、死ぬっていうことは、誰にも公平に与えられる神様からの秩序です。ルールです。命あるものすべてに、このような人生の中では必ず別れの時が来ます。終わりの時が来ます。神様の言葉に従って、 本当に正しく生きたからって、永遠に地球上に泊まれるわけではないです。そして、悪者で神様を否定したからって、その場ですぐ裁きが、死が訪れるわけではないです。この世でのことです。だから、この世で別れが来てしまう、召されるっていうことを語るとき、私たちが死っていうものを もちろんこれは悲しいことであり、切ないことであり、厳しいことなんですけど、これを悪いこと、悪なこととは言えないと思います。なぜかっていうと、この最後、別れっていうのを全ての人間に与えてくださる神様のことを、もし死が悪であれば、そう決めておられた神様も悪っていうのと同じだからです。 よくこんな質問をされる場合が多いです。クリスチャンにもノンクリスチャンにもそうなんですけど、悪い人々がこの世で成功して堂々と生きている姿を見てたら、あなたたちが信じているクリスチャンの神様って本当に正しい方なのあんな犯罪者が、あんな悪い人が、今すぐこの世で描ける一番残酷な裁きを受けて死ぬべき人たちが、 あれだけ堂々と生きてて、いい人たちは正しく生きようとした人たちには悲しいことが起きる。あなたたちが信じる神様って本当に正しい神様なのその質問の時僕自分が自分の考えで答えたっていうよりもこれ、聖書に書いてることなんですけど僕はこう答えます。神様が この世にもたらす。そして神様が、神様から下される正義、そして裁きっていうのは、この世で我々が見れる形で、瞬間的に、瞬間的な痛みだけを与える、そういう裁きじゃなく、そういう正義じゃなく、永遠の時、体も魂も地獄で滅ぼされるような、そういう裁きであると。 マタイの福音書、中書二十八節は、イエス様がこうおっしゃってます。また、体を殺しても、魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ、体も魂も、地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい神。神様によって与えられる正義の姿っていうのは、 この世で我々が描いているような我々が目に見れるようなそういう形のものじゃないです。でも永遠につながるもの神様によって与えられる一番の贈り物である命も永遠につながる永遠の命であってそして神様を拒む神様を侮辱するようなものに与えられる裁きっていうのも永遠につながる裁きです。 だから僕、一つ確信を持て信じていることがあります。それは、この世でちょっとは切ない、厳しい、そして辛い姿で、私たちの隣を去ってしまった、召されてしまった、その方々の人生は、必ず神様から与えられる永遠の時間の中、永遠が許される場所で、一番の祝福と喜びによって満たされる。だからも、 絶望とか落胆することないと。ヨハネの福音書5章24節はこう言います。よくよくあなた方に言っておく。私の言葉を聞いて、私を使わされたか、私を使わされた方を信じる者は永遠の命を受け、また裁かれることがなく死から命に移っているのである。 僕もいつも思うんですけど、この永遠っていうのは私たち、特にこの地上を生きているうちには私たちには完全に理解することはできないことだと思います。なぜかっていうと、僕らに経験したことない、僕らの能力の、では、あの、及ぶことができないことだからです。永遠をまだ実感していない、経験していない私たちの世界観、考え方、 主張、意見は、たくさんの制限があって、歪んでいって、そして我々の考えは狭い場合が多いです。だから我々は、よく、この地上での苦難を見て、この地上での試練を見て、時には神様に、神様を恨み、神様の何かの新しい働きを予求したり、神様を責めるときもあります。 そしてまた、神様が私たちのためにやってくださったことに焦点を当てるより、神様のためにっていう名の下、自分の考え、自分の基準、自分の尺度、自分が考える形の正義を前に出して、この世で自分が望むような勝利を望んでしまう時も多いです。この世の勝ち方を望んでしまう時が、 この世の瞬間のものを望んでしまう場合が多いです。でも、イエスを通して神様が私たちに与えてくださるその恵みと祝福、そして完全なる救いの道、その救いの確信っていうのは、自分の努力で成し遂げるものじゃなく、自分が何かを証明するものじゃなく、もうすでに神様がイエスを通して成し遂げてくださったことを ただただ証しすること、伝えることです。僕はあの2020年大変なことがたくさんあったんですけど、でも一つだけ良かったことがあります。それはなぜかというと、やっと新学校の修士課程を卒業することができたということです。10年近く勉強してたら、自然とたくさんの本をもう何百冊に及ぶと思います。本を買うことになります。 本を買うってなったら結構値段が結構お金を使うことになります。で、まあ本ってそんなに高くないと思われるかもしれないんですけど、買うべき本が何百冊にもなったらこれ結構負担になります。だから学校の授業のために必要な学校の授業以外では見ないような本を買う場合は僕、 結構その、買うときからこの本を売ることも考えて買ったりします。だからこの中古、この古本の価値っていうのは僕何冊か売ってみて分かったんですけど、痕跡によってその値段,値段が決まります。どれだけの痕跡が残っているかによって本の値段はどんどん下がります。本屋に、この、 本を売るために持っていったら、その本屋の人がその本を見ます。で、あ、このページに何か書いてるよ。ここはちょっとちぎってるよ。じゃあ、値段を引くねって言って、新しく買ったとき、もし100ドルだったとするならば、売るときは、その痕跡によって50ドルになったり、30ドルになったり、また10ドルに乗ったり。もしくは、この本はちょっと汚いから、 僕たちは買い取りませんっていうなる場合もあります。だから僕、この本は授業だけでのために買って、まあ、売るんだろうなって思う本はもう、できるだけ新しい本のように管理しようと心がけたことを覚えてるんですけど、ある日僕、ちょっと面白い記事を読んだことがあります。それは、印本、印書店っていう、日本で今ちょっと流行っている 書店のことだったんですけど、この書店は新しい本は一体一切売っていない古本だけを扱っている書店のことでした。そして面白いことにこの書店では痕跡が残っている本こそ落書きとかメモが残っている本こそ高く取引されてます。なぜかっていうと、その本で売ってる本は全部著名人が使ってた本です。 芸能人だったり、学者だったり、有名な政治家だったり、誰もが聞いてもその名前が分かるようなその方々が自分が実際使ってた本。だから、その本の汚い状態で言うと、私が使ってたの、そしてある有名人が使ってた本の,あのそのコンディションは同じだと言っても、その痕跡を残した 人が誰かによってその本の価値が全然安くなったり、めちゃめちゃ高くなったりします。その記事を読んで僕、ふとこういうことを考えました。私たち人間の人生っていうのも、私たち人間に価値が付けられている、そういうやり方も一緒じゃないか。神様によって作られた私たち人間の価値の付け方っていうのも一緒じゃないか。 自分の痕跡を残していく人生じゃなく、神様からの痕跡を、神様の働き、神様の宮座っていう痕跡を明かしていく、残していく人生の人生こそが、本当の価値ある人生じゃないかということを考えています。なぜかっていうと、もし私たちの人生、 そこに価値がつけられるのが、自分の何かの成し遂げる、自分が何かをやる、そこによって決まるのであれば、途中で、思いもよらない時期に旅立ってしまったその人生が、とても虚しいです。でもだからこそ僕は思います。我々の人生の本当の価値、本当の望みっていうのは、神様の痕跡を、神様の宮沢を、 そのまま表すとき、そのまま明かしするとき、そのとき一番清く一番たっとく用いられると、受け入れられると思います。神様が、神様の痕跡が残っている人生。永遠につながる人生。恵み、永遠の恵みと命につながる人生。そこには、楽胆とか絶望よりかは、 嬉しい、そして祝福が存在します。ヨハネの福音書20章、31節はこう言います。しかし、これらのことを書いたのは、あなた方が、イエスは神の子、キリストであると信じるためであり、また、そう信じてイエスの何よって命を得るためである。この聖書箇所はヨハネの福音書を書いたヨハネが、なぜこの福音書を書いたか、その理由を書いている箇所なんですけど、 彼が言ったように、聖書を書いてきた著者たちは、自分の何かを残すために、自分の何かを主張とか考えを残すために、人生を生きてきたわけじゃなく、イエスの働き、イエスを通して神様の働き、それを明かしするため、それをそのまま淡々と書いて伝えてきました。そして、2000年前の十字架、 イエス様のその出来事が未だに伝えられているのは数を数え切れないほどのたくさんの信仰の先輩の方々が自分の主張のためじゃなく自分の栄光のためじゃなく自分の望みのためじゃなく神の望みのために神の御業を表すために自分の人生を 捧げてきたからですそしてそういう方々の努力によってイエスを通してやられる永遠の命っていう誠の望みや今を生きる我々にも伝わってきてますベテロの第一の手紙3章18節はこう言いますキリストもあなた方を神に近づけようとして自らは気なる方であるのに不気なる人々のために 一たび罪のゆえに死なれた。ただし、肉においては殺されたが、霊においては生かされたのである。メッセージをあの終わりにしたいと思います。締めようと思います。私たちが生きている今この時代っていうのは、人類が経験したどの時代よりも自分が大事にされている時代です。自分の考え、自分の望み、 自分の主張、自分の世界観、それが大事にされて、まるでそれを成し遂げることが正義みたいな、クリスチャンにもノンクリスチャンにもこの考え方はすごく影響してて、神様、神様がやってくださったことに焦点を当てるより、神様のためには自分が何かをやるんだよっていう、自分の働きの方にもっと注目するのが、この世を生きる、 我々クリスチャンの現状です。でも、との望みというのは我々の中では見つかりません。永遠の,祈り永遠の命というのは私たちの中ではどんな働きを通しても見つかりません。神様の働き、その痕跡を自分の中に刻んでいく人生。イエス・キリストのうちに 永遠の命が見つかるように、どんな状況でも揺るがない望みを我々が持つためには、他の誰でもなく、自分自身の何らかの考えではなく、イエス・キリストの中に留まるとき、与えられます。霊的な攻撃というのは、私たちに,私たちに何が本当に価値のあるものか、 その優先順位を知らないように混乱させます。この世で私たちが扱うようになるすべてのものはもちろん大事で重要なものなんですけどでも神様が私たちに与えようとする永遠の命に比べれば何もそして神様が私たちのために やってくださったその働き、宮沢に比べたら、この世で私たちが望んでしまうちっぽけなものは、比べることのできない小さいものです。だから、悲しみや痛みの気持ちによって、誠の望みを失ってしまう、神様から与えられる誠の永遠の命を疑って捨ててしまう、我々とならないように、 本当の望みを抱いていいいててく僕ととと皆さんとなれまますす。ように祈っ,ていき,祈っていきたいと思いますこれからどれぐらい今の辛い状況が続くか誰もわからないです早く終わってほしいですしそれが毎日の祈りとなるんでしょうけどでももう一度覚えたいのは神様は決して今の状況を見放してはいないということです 神様に捨てられたから、今このようにこんな出来事が行われていること、それは決してないということを僕は言いたいです。神様はたった一つの魂も諦めないで、一番大きな愛で救ってくださる、満たしてくださる、助けてくださる方です。だから、我々が自分の目で描けるような、そういう勝利、そういう望みを持たずに、 神様から与えられる永遠の命に望みを置く、僕と皆さんとなれますように、毎日祈っていきたいなと思っています。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を賛美します。今日もこうやって礼拝を、そしてあなたの御心を、御言葉を明かしするようにしてくださってありがとうございます。知らないことが多いです。 不安、そして恐れることが多いです。だから時にはあなたを疑ってしまったり、あなたに怒りを覚えてしまったりする場合もあります。自分の正義が優先してしまう場合もあります。あなたが与えようとすることが十分じゃないって勝手に間違った誤解をしてしまう時もあります。だから、お祈りいたします。 惑わされずに永遠のものに望みを置いてあなたのうちにある永遠の命を失わないそしてそれを証しする伝えることができる力,を力のあるあなたの御子として生きていくことができるように我々を力つけてくださいイエス・キリストだけに永遠の命がありますそして この事実は我々がどんな状況に置かれようが関係なくどんな恐れからも私たちを守ってくださると信じてますそういった毎日を生きていけるようにあなたが私たちの毎日を見守って導いてくださいすべてを主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメンそれでは皆さん 賛美百166番「イエス君は」をご一緒に賛美いたしましょう。 それでは、えー、献金準備の時、き、献金のお祈りの時を持ちたいと思います。皆さん、えー、各人、えー、心に示されたままにです、ねえー、献金のほうをご用意ください。インターネットで捧げる、えー、またチェックを郵送していただくなど、いくつか形がありますので、えー、皆さん、えー、献金のを捧げください。一言お祈りします天の血なる神様、あなたの皆を褒めてえます。 主はあなたこそ恵み深いお方であります。あなたは私たち一人一人の必要をご存知で、あなたの時にそれをた与えてくださる、満たしてくださるお方です。主は感謝します。今、この時、与えられたものから主はあなたにお捧げします。どうか捧げる一人一人、あなたが祝福してください。 そして、集められた献金をしゅうあなたがあなたのご用意のために用いてください。感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。 御子を持つ者は命を持ち、神の御子を持たない者は命を持っていない。神様、あなたには偽りがありません。どうぞ御子により、また御言葉により、よいお望みを持って進んでいくことができますように。葵子稲川区は我々の主エスキリストの恵み、父ある神のご愛、聖霊の親しい交わりと励ましが、 我ら一同とともに今後の地もよよ限りなく豊かでありますように。アーメン。<music> アーメン。感謝します。えー、本日の報告アナウンスは、えー、特にございません。皆さん、えーえー、送られてくる集報をご確認ください。また、あの、バイブルステ、毎週のバイブルスタジ、火曜、木曜日と、またございますので、そちらの情報も確認の上、えー、ご時間ある方、ぜひ参加ください。では、えー、これで本日の礼拝、閉じたいと思います。シャロン。